まずはこちら、平本蓮選手勝利後、朝倉未来選手のところにすぐ駆け寄り、手を取り、何やら語りかけておりましたが、その言葉が昨日、ライジンがアップしたショート動画により判明、字幕がついておりまして、それがこちら。本当にこの試合のためにマジでやってきたんで、本当にありがとうございました、でした。そして朝倉未来選手は記憶がないと言っておりましたが、呆然自失といった感じで、うん、うん、という流れでしたね。平本蓮選手、本当に朝倉未来選手のことを大好きだったんですね。そしてこちらは朝倉未来選手のスレッズよりで、車乗らなすぎてもったいないから売ろうかな。ベントレーかっこよくて気に入ってたんだけど。するとそこに那須川天心選手現れまして、8月18日、自分誕生日です。と朝倉未来選手、免許ないやつが何言ってんの笑い。と、ここは仲良し。こちらは芦澤龍生選手のジョリー君への対戦要求、速報で出したかったので抜粋でお届けしたので、それ以外のインスタライブ部分をお届け。芦澤龍生選手、ぶち殺すしかねえ、俺はファイターだから舐めたやつはぶち殺すしかねえ、次戦俺と誰みたい、俺に喧嘩売ったんならライジン事務所行ってこいよ、ザコが。なんでアマチュアファイターが俺とできんだよ。俺も見てないんだけど周りから言われている。前の試合ノーダメだし暇つぶし、あんなやつ話になんね。俺とコージの試合をバカにできんのは俺だけだからな。アンポルキアもおかしくなってんじゃねえか。ノイリに倒されてあーってなったやつがスダリオとショーン・ストリックランドとパッキャオとスパーリングしておかしいだろ。みんなおかしい理由気づいてんのか。終わるぞあいつら、あいつら終わるよ、金魚の糞。昔格闘技やってて YouTube ちょこちょこ出てきて殺すぐらいやってやるよ。引っこ抜いてやろうかカース、ストリートで来いよコラ。アンポルキアに隠れてペラ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 、1分で勇士倒したぐらいで何調子乗ってんの。お前はファイターじゃねえのに何俺みたいな本物のファイターに喧嘩売ってきてんだよ。怪我してても喧嘩売ったんだからやれよ、来いよコラ。俺今ライジンの契約ねえからな、ライジンの契約切れてるからな。引っ叩いてやろうか、クソガキ。喧嘩売る相手間違えんなよ、と。あとはすでに私が以前に動画出しているところに繋がっていきます。でも芦澤龍生選手もジョリー君が何て言ったかは自分の目で見てないんだ。また聞きでここまで切れれるとは。そしてこれに対してまずアンポールキア選手。もう対戦要求された時点でジョリーの勝ち。変なキャラやけど、実はちゃんと強いところ、ライジンでも証明してやれよ。一般の方、おい、アンポも芦澤になんか言われてたぞ。アンポルキア選手、何がおかしいんかはっきり言えや。はっきり物言うのがお前の専売特許ちゃうんか。さらに、まあええや。芦澤はどうあがいても俺の相手じゃないし、ジョリーよろしく。俺は日付が変わって、今日マジで衝撃的な一日になった。人生でもトップレベルに魂が震えた。人間の可能性を知った、と。素手の拳と拳、こちらをゴンと突き合わせた写真も添付して投稿しております。ジョリー君の方は、フィリピンから帰るまでに日本で餌撒いてたら芦澤釣れた、ダブル油乗ってて美味しそう、と意気揚々と投稿するも、しばらくしてから、芦澤は9月に対戦依頼してきてるんやけど、俺が怪我してて受けれないの分かった上で言ってんのかな。それならダサすぎんか。しかもお前、俺は格闘家だからお前と違うんだよって言った後に、ストリートでやろうやはさすがに草やわ、ダブル今杖ついて歩くレベルやから年末やろうよ、生ずくんと返しております。あれ、ライジンからのオファーを受けて芦澤龍生選手が喧嘩売ったかと思いましたが、もしかしたらガチだったんでしょうか。あと芦澤龍生選手といい、クレベル小池選手といい、ファイターで喧嘩っ早い人はお前は本物のファイターじゃないと言いがちということも分かりました。やっぱ矜持でやってるんですね。そしてアンポルキア選手、これはライアン・ガルシア選手はメイウェザー選手とか、もしかしたら正式決定あるんでしょうかと思っていたら、すいません、これ撮っているのにちょっとタイムラグがありますんで、後から追記の部分になります。アンポルキア選手、パッキャオ選手の家にお呼ばれされたようで、世界のパッキャオさんがスケジュール的に15分しか時間取れない中、政治家を待たせてまで世界を取る方法を家で2時間教えてくれた。拳が壊れない、バンテージの巻き方からパンチの打ち方まで、その発想は想像もしたことがなかった。アジアの英雄半端ないわ、と。
心が震えたというのはこちらのことのようだったようです。そしてこちらはライジンが新たに契約したカナダの強豪団体 BTC フライ級チャンピオン、ただいま9連勝中の3連続1ラウンドをフィニッシュ中のトニー・ララミー選手、そこに新龍誠選手が、俺にやらせてほしい、今度こそ皆さんの期待に応えたい、日本フライ級には新龍誠がいますと。おお、これは大久保博正選手との再戦よりこっちの新龍誠選手の方が見たいですね。そしてなんとも心強い。そしてこちらは昨日ライジン甲子園での榊原社長へのインタビューをやりましたが、あれはオリコンニュースさんからで、こちらはゴング格闘技さんの記事で出ていたもので、全勝ながら UFC をリリースされてしまったモカエフ選手についての言及がありましたので、榊原社長、興味ある、すごくいい選手、ライジンのフライ級に来てくれればまた一つの求心力を作れる、そこが悪いと言ってもうちにも基本そういう人いっぱいいるので、どのレベルなのかな、マッチメーカーたちがよく思っていないのは事実、レイ・セフォーも厄介者って言ってたの、それは当てにならないな、本当にそういう機会があればしっかり向き合ってみてもいいかなと思いますと、興味あるようです。ちなみにライジン、うちにもそこが悪い選手いっぱいいると聞いたときに、どの選手の名前が一番最初に思い浮かんだでしょうか。そしてこちらは、あれ楽しみにしている人いるんだと思っていたらこの男を忘れておりました、堀江義則選手、最近 X 開いたらエロい系のやつ結構出てくるけど物足りん、もっともっとと、はい、カイジ兵道会長がアメリカのドルも日本の円もまだまだ足りんわとお金を欲しておりましたが、こちらはエロ。そしてこちらは K1 とはもうほぼほぼ再契約はないと思われているレオナ・ペタス選手、昨日のポストで道は開けた、時が来るのを待つだけと、きっとライズかワンなどと契約できて、あとは K1 の契約が切れるのを待つだけという意味だと思います。そしてこちらはブレイキングダウン、朝倉未来選手が引退してから私見てないんですが、皆さんブレイキングダウンネタ欲しいですか？明日あたりまとめて見てみようかな。で、そのブレイキングダウンの中で今いじめられっ子企画っていうのをやっているようで、須田亮剛選手が、てるくんもカミングアウトしたけど昔いじめられた過去があったんだ、実は俺も小学校の時そういう経験あったからその気持ちすごいわかる、俺は誰かに相談したこともないし、俺は自分と戦って変わってきた、だからてるくんの頑張りもこの企画に出てきた人たちも応援していると。それに対しててるくん、応援していただきありがとうございます、以前はルキアと対戦していただきありがとうございました、須田亮剛選手、お互い頑張りましょう。しばらくしてから、これについてお前もいじめこれまで散々やってただろとか、そういうコメント湧いてくると思ってた、ただ一つ言えるのはお前らでは到底想像できない中で揉まれいじめられてきたよ、これは分かる人が分かればいい、俺はいじめなんかしてないから書けるんだよ、この底辺のバカどもが、ポチポチ人のことを批判してねえでお前らの人生をもっとまともにしてみろよ、俺が生きてきた人生お前らなんかに耐えられるわけないからな、こういう底辺のカスが多いから世の中に真実は広まらないし、メディアに踊らされるバカばっかり、こんなの世も末だよと激怒&嘆いております。そしてこちらは、皆さんブレイキングダウンの掲げる不良たちにも輝ける場をというキャッチコピーとモットーってどう思って見てましたか？ん？でもそれでも選手たち続々と問題を起こしているし、一度逮捕されてもね、不起訴になれば瓜田淳司さんなんて特にすぐどやってきますし、ん？逮捕されたけど今は不起訴だぞ、お前不起訴でもそれ言うのかって言って、まあそれでもね、不良がスターになる場が必要なんでしょうか？ん？でもそれってどうなのって釈然としない感じが続いていた人もいると思うんですが、私 X のビートたけしボットフォローしてて、もちろんブレイキングダウンに言ってるわけではなくて、その随分前の発言とは思うんですが、こういうのが流れてきまして、偉い人になりなさいよりも罪を犯すな、悪いことをしない人になれっていう教育の方がよっぽどいい、ごく当たり前に他人に迷惑をかけない人になりましょうというのが教育の最大の目標であるべきだろうと、皆さんどうでしょうか。さすが俺らのタケちゃん、ちょっとやっぱ頭の作りが人と違うんですよね。これだね、教育の目的は偉い人やスターを作るわけではなくて、人に迷惑をかけない人を作ること。つまりこの段階で
輝かせようとして犯罪を犯す人間がたくさん出てくるのであれば本末転倒なんじゃないかという、これ自分の考えとピタッとはまった。ちなみにビートたけしさんってああ見えて不良大っ嫌いで、フライデー事件の後謹慎が解けて元気が出るテレビに復帰した時にテリー伊藤さんの企画で的場浩司さんを立ててバックレンなよっていう野球チームのコーナーが人気を博していたんですが、てめえ俺がこういうの大嫌いなの知ってんだろうがって言ってテリー伊藤さんにブチギレたらしいですよ。めちゃめちゃキレてたって。だからテリー伊藤さん、そういうのもあり、今でもビートたけしさんと同じスタジオでの収録は息苦しくて1時間が限界って言ってますね。あと朝倉未来選手が最近は記者の取材がエスカレート化しているって言ってますが、これは勘違いで、実は昔の方が断然ひどくて、これは大根仁監督の福山雅治さん主演のスクープっていう映画見てもわかると思いますが、あれで本当にね殴り込みに行きましたが、当時の世論はなのでビートたけしさんに喝采を送るものでしたね。ビートたけしさんのフライデーの記者会見見たことない人はあれは必須なのですぐ見に行ってください。頭も良くて弾力もある人間、さらに毎日戦いの日々を送るとこうなるんだっていう人間の迫力、凄みを感じれますので。そしてこちらは JTT チャンネルよりで、格闘技をもしやっていなかったら今何をやっていたと思いますかという質問もので、まず安井ヒューマ選手から。もともと柔道をやっていたので実業団に入っていたと思う。そして柔道全日本の強化選手だった朝比奈隆輝選手は、実は僕警察に受かっていたので地方で公務員だったと思います。それを蹴ってこっちの道に来ましたと。ちなみに滋賀県警らしいです。フェルナンデス選手は格闘技しか考えていなかったので生きてないかもしれない。バンドは好きでずっとやってましたと。そして有名ですがパン祭りパイセンは実は野球の方が好きなので大阪ガスに就職していた。今でも草野球をやっている。オグちゃんは中2の時腕に腫瘍ができて悪性だったら腕がなくなっていたところで、健康の大切さを知り医者になるぐらいの頭はなかったので、とりあえず鍼灸師の資格を今すでに持っているのでそっちで活動していたと思います。五名ひろと選手は空手がバックボーンなので空手家からの指導者。そして朝倉海選手は小学生の時は横綱になりたいと書いていて、中高は消防士、あとは中学の体育教師に憧れていた時がある。高校を卒業して5年間普通に勤めていて、平凡な暮らしが嫌だと思っていたので何か特殊なことをやっていたと思いますと。そしてこちらは昨日ですね、これはまずくるみさんのマネージャーの方かな、くるみさんと日傘の写真とともに、普段日傘ささないので社長に日傘差しなさいと渡されて、ご機嫌そうなくるみお疲れ様と。それをくるみさんが、太陽は浴びるし雨も感じれるので傘は差さないのです。笑い、ハッシュタグ、初めての日傘と。ペットボトル事件で自粛しておりましたが、昨日からまた復活したようです。お帰りなさい。そしてこちらは9月27日に試合のある者同士、タケル選手と秋元弘樹選手のトップ2対談。タケル選手、僕がデビューする前から活躍するのを同世代でやばいやついると思って見てました。秋元選手、タケル選手のさらに一歩踏み込むところがまだ自分にはできていない。タケル選手、格闘技のセンスが自分にはないので、その中で編み出したのが人が恐れるところを恐れないことでアドバンテージを持って挑む戦法だった。でもワンでは技術をつけないと勝てない。秋元選手、ワンに出るか出ないかの時、最終トライアウトを受けてそれでダメだったら格闘技をやめようと考えていた。だからこそ一日一日の積み重ねでチャンピオンになれた。タケル選手、世界最強をずっと追い求めている。だからこそワンに来た。秋元選手、ワンに弱い相手は本当にいない。毎回負けるかもしれないと思って戦っている。試合が組まれた時点で成長できるし、試合までも成長できる。タケル選手は日本の中では年長だが、まだ成長できると感じる。タケル選手、試合は作戦立てているが、それより自分の気持ちを優先している。田舎育ちなので、高い建物がたくさんあるところが苦手なので、海外での練習は精神衛生上めっちゃいい。秋元博樹選手、自分も田舎育ちなので同じです。海の近くを選んで今練習していますと。
そしてこちらは8月8日、那須川天心選手のインスタライブ。天心選手、人生は飛び級できない。毎日コツコツやり続けるしかない。毎日いいことがある。悪いことはないと。そしてガードマンの人の動画で、友達の那須川天心選手にボクシングの勝利のお祝いメッセージを知り合いのビッグネームのみんなからもらってきたので、天心選手本人に見せるという。しかしこれは前振りで、そこに実際現れたのは西成に住むおっちゃんたちで、天心選手への応援メッセージをもらい、下に字幕でタケルとか、西成のエンペラー康二とか、西成の伝説朝倉さんとか、他には歯のない人を出して、西成の稲妻ボーイ鈴木千尋、西成の美しきドブネズミレンと書かれているものでした。まあ、いじりですね。そしてこちらは変わり種なんですが、面白かったのでぜひ最後まで。那須川天心選手の YouTube からで、村木和美さんという20歳ちょっとぐらいの人かな、科学者兼タレントの人と自身の YouTube で対談しておりまして、まずこの村木さん曰く、今日どうやったら火星に住めるかの学会に行ってきました。教科書に載っていることは2、30年前のこと。本に書いてあるのは5年前のこと。ここ1、2年のことを知りたかったら、みんな研究成果を発表し合う学会に行くしかないと。おお、そうなんだ。確かにそうかもしれませんね。あと村木さん曰く、自分は人類史上初の火星への移住者になるともう決めている。そこに焦点を置いて活動している。自分を映画化した時にも絶対面白くなるようにと人生を歩んでいる。ちなみに火星の二酸化炭素率は 94% と。那須川天心選手もそれを聞いて、俺っていうものを作品にしたい、アニメみたいなのを生き様にしたくてやっていると。さらに格闘技が好きだから本当に覚えようとしたら早く覚えれると。なるほど、本当に好きだったらそういう能力が発動されるのかもしれない。そして村木さんは東大の4年の3月31日最後の日に辞めたらしいです。すでに会社もやっていたので忙しいし、辞めても手続きを踏めば大卒認定もらえることも分かっていたのでと。そしてここからなんですが、なんと地球はあと6年、2030年に終わるらしいです。正確に言うと、二酸化炭素の排出量をそこまでに減らさないと2100年にはどうあがいても、これはいろんな科学者がもう口を揃えて言ってることらしいんですが、人口の3分の1が減ってしまうようです。ただ村木さんも開発に関わっている二酸化炭素の吸い取り装置というものがあるらしくて、それを使えば地球の二酸化炭素を吸い取れるらしいんですが、それがだいたい房総半島ぐらいの大きさのものでよくて、でそれを作ってしまえば地球上の1年間の二酸化炭素の量を全て帳消しにできるらしいんですが、でこれが3000兆円あれば作れて、お金もなんとか、まあ、机上の空論で言えば世界中の企業とかが協力してくれればなんとかいけそうな額で、でも実際にはまだそうなっていないので、あえて村木さんは今世界最小の二酸化炭素吸い取り機を作って、一家に1台それを置いてもらって、年末とかにみんなでカウントダウンして、みんなで一斉にピッと押してもらって問題を解決しようとしているらしいです。はい、それで二酸化炭素をマイルを貯めてお買い物できるようなシステムを現在考えていると。そしてドラえもん読んでいると、これ作れんじゃんって思うと。なんか小さい時から天才少年で有名で、高校ぐらいではすでに特許をいくつも持っていた方のようですよ。そして火星行きの唯一のライバルはイーロン・マスク。ただ火星に行くのは9ヶ月かかるので、まだ片道の燃料しか積めないし、まだ帰ってこれない。ただ自分は二酸化炭素を吸ってそこから石油を作る技術、この研究を高2の頃からやってて、それは自分しか知らない手法も入っているので、俺がいないと帰ってこれないよイーロン。それに空気を油田に変える事業も考えていると。本当でしょうか。錬金術ですね、それができたら。そしてここで、天心くん、最初の火星行き9ヶ月トータル3年かかるけど、ついてきてもらえますか。向こうで試合、重力3分の1なので体が軽くて楽しいですよとオファーを受けて、那須川天心選手、マジで武空術ありえるね。村木さん、マジでマジでありえます。火星初のタイトルマッチどうですか。那須川天心選手、困惑した顔ながらも、火星でやるかと。火星での試合を、これは承諾と考えていいんでしょうか。
続けてタイトルマッチかと言っておりました。相手は誰とやるんでしょうか。タコ型の宇宙人でしょうか。意外なところで言うと、一緒に連れてって風根選手とかね。そして村木さん、日本人としての強さを僕は見せていきたいんです。減ってきてますけど、まだ1億人もいるんだぞ。那須川天心選手は今まで生きてきた中でハートが熱くて一番かっこいい人と。この動画 1.8 万回再生しか回ってなかったんですが、結構面白かったので、ぜひ。なんか壮大すぎちゃって、村木さん初めて知りましたけど、なんかすごい人っぽかったですね。でもこの那須川天心選手の火星での試合、ボクシングコミッションがここまで来てもまだお堅くて、ここでも他の試合は認めんとか言い出したら冷めるよね。そしてこちらは昨日の関根シュレック秀樹選手のポストからで、牛すじを電子レンジで温めていたらドンというゴーンとともに大爆発した。洗剤とキッチンペーパー、アルコールスプレーで入念に掃除したが、嫁が帰ってくるなり、何してくれてんのじゃこらと怒られた。ハッシュタグ牛すじ食べたかっただけなのに。後でググったら、肉がでかすぎると加熱ムラができて水蒸気爆発するとのことで、私の中ではイカフライめっちゃボンっていう代表格の食べ物です。そして電子レンジの中が汚くなっているのを気づいているのに、掃除しない人とは一緒にいれないので、さすが関根シュレック秀樹選手は素敵ですね。こちらは鶴谷玲選手のインスタライブ2本立てとなります。萩原恭平選手 vs 高木亮選手については、萩原調子悪いね、寝技もできないし、でも高木も打撃ならいい勝負かな、俺はタックルほぼされないよ、テイクダウン教えてあげたい、寝技はすぐ覚えられないから、キックボクサーはタックル切りを覚えた方がいいよ、格闘技始める前にマックス・ホロウェイを見た時は興奮したが、今はよく見るのですげえとはならない、ヘビー級も女子の階級も全部俺が取って記録を塗り替えるよ。平本蓮、もともとの俺は勝利予想をしていた。勝つって分かっていたので、勝たせてもらった。と。これは B ベット的なものだと思います。朝倉未来、引退しちゃったので、未来信者が会信者になり、それで俺と当たって、俺がボッコボッコにすれば、ふふふふふ、と。こういう人必要だと思います。なんで人気ないんですか?には。三浦孝太は人気あるけど、俺は一方無敗。もう一回人生やり直すとしても、俺はこっちを選ぶね、と、やりますね。鶴谷玲選手。平達郎くんより俺の方がデビューが遅い。その差を埋めようとして、6戦目で UFC に行った。UFC のチャンピオンは強くない。みんな30何歳。君今何 ?17 歳。じゃああと20年本気でやれば君もチャンピオンになれるよ。高校行かないで、デビューしたいと言ったが、お父さんに高校は行けと言われて、高校デビューは幻となった。小さい頃ほぼ柔術やってなかったが、お父さんに世界大会出るかと言われて出て、アブダビ茶色帯の部で優勝した。ジムでのクラスは水曜日のプロレスリングの部担当。小4から嫌だけどずっとレスリングやってたらできるようになった。プロは30歳までは長いな、言うても28歳ぐらいまでかな。 UFC のチャンピオンになったらいつでも辞めるって決めている。でも自分が他の階級に行くとなったら考え直すかもしれないけど、平本とやって勝てますかには、そりゃ勝てるでしょう。スーパーライジン会場に見に行っていた。新龍が勝ったというやついるが、大久保さんは誰にでもあの試合をしてしっかり勝つからすごい。格闘家に対して好き嫌いはない、ファンじゃなくて仕事としてやってるんで。レスリングの鈴木優衣ちゃんとはキッズの頃からずっと一緒に練習していた。堀江義則選手とはロータスの更衣室で何回か会ったことがある。今タイにいるが日本より涼しい。今度レスリングの強い後輩がザ・ブラックベルトジャパンに入ってくる。減量中だったが俺も手こずった。名前は設楽健吾みたいな感じで言ってました。自分は怪我はしない、大怪我の前にいつも回避している。レスリングずっとやっているが一回もない。人体が伸びたぐらい。海外の選手は利尿剤使って減量しているとかよく聞く。 UFC のドーピング検査マジしつけ、毎日居場所をバレてる。新龍誠、歯並び悪すぎてキモい。ウエストランドの井口さんに似ている。中学生ぐらいからニキビ面だからな。エドポロキング選手とスダリオさん、デビュー戦でやったら 100% スダリオさんが勝つ。 MMA 慣れの問題で、と。以上です。
そしてこちら、ニースグル選手の決意のポスト。動物愛護団体 LEO の一員として、一匹でも多くの動物たちが温かい家族のもとへ行けるよう動いてきましたが、これからはそちらも続けながら、虐待繁殖クソブリーダー、引き取られた動物たちがたくさん消えている。こういった奴らを SNS の力で潰していこうと思います。動物たちがピーされる前に、こいつらを社会からピーしてやる。俺は俺なりのやり方で、屈強な格闘家集団集めて、こいつらのところに直接行って問い詰めたい。暴力なんてしない。法律上、警察とかに頼ってこいつらを潰すのは無理だけど、SNS でこいつらのことをたくさんの人に知ってもらって、こいつらがそんなひどいことをできない状況にする。強い奴が弱い者を助ける。俺の中の格闘家の美学はそこだから。これからは動物たちを助けながら悪者も潰す。悪徳業者、悪徳飼い主、どうもこんにちは。ニースグルです。よろしくお願いします。と。っていうか何？動物を引き取るって言って、元手がただのところに目をつけて人道に反した稼ぎ方をしてるやつがいるってこと？なんか子供食堂で10円のたこ焼きを100円で転売したキッズがいるので、しばらく休業というニュースは見ましたが、そんなの可愛いもんですね。そんな悪いやついるんだ。言っちゃってください。そしてこちらは同ジム所属の風間俊臣選手の試合に帯同してということかな。英語もペラペラですし、中田ザ・リッチ・ヒロタカ、改め伊佐ザ・リッチ・ヒロタカ選手。UFCPI では常にプライドの試合が流れているし、物販にもプライドグッズのコーナーがあって、世界的にもプライド好きが多いんだなぁと感じました、と。そういう環境のようです。嬉しいですね。で、ちなみに X でこの間日本のアニメを欧米のジムで流してみたっていうのを見たことあるんですが、それがドラゴンボールで、しかもスーパーサイヤ人になる瞬間のもので、アームカールとかランニングマシーンやってる人全員運動やめて固唾を飲んで、全員が本当に集中しきって見ておりました。こんなすごいんだってちょっと感動しましたね。そしてこちらは今のオリンピックに際して、10人に気が吉田沙保里、室伏広治、朝青龍、この3人がブレイキングダウンに出たら勝てる人誰もいないだろうとポストし、ノッコン寺田さん、それに対して朝青龍には俺絶対勝てるわと引用リポストをしたところ、朝青龍さんにブロックされてしまいました。そしてこちらはパンクラスのノリデート選手、改めノリ選手。右手に蚊がいて弾いたら左手にも蚊がいた、クセモノということで。でも今年暑すぎてほとんど蚊すら見ないですね。セミもあんま鳴いてないし。はい、というわけで本日は以上となります。マジで AI すごいね。今昔の写真とかからリアルにその人物をさも生きてるかのように抜き出す手法もあって、すぐさらっと人道を飛び越えてくる中国は、それで亡くなった我が子を AI で動かしてお母さんとか喋らせたりするサービスを提供し始めている会社もあって、中国は他にもすぐ人間の脳に何かして、脳だけなのに私たちが見てる現実世界を見さす実験とかね、あとはクマムシの生命力が凄まじいということで遺伝子変化させてクマムシ兵士っていうのも作ったり、まあやりたい放題なわけなんですが、で話戻しますと、その中でその手があったかというもので、昔の戦国武将のみんなが見慣れている絵からリアルに動く人間を再現したというものがありまして、これがめっちゃ面白くて、織田信長に斎藤道三、武田信玄、上杉謙信とか、ちょっとね綺麗すぎて俳優チックになってしまっているところはあるんですけど、絵よりは断然リアルに当時を想像しやすくて、私も興奮して5回見ましたけど、でその中で豊臣秀吉のところなんですけど、見てみると、あれ？これあのファイターにめっちゃ似てない？というもので、それがなんと芦田隆弘選手なんですよ。まあ私の似てるはあまり似てないとも評判なんですけど、私はマジでめっちゃ似てると思ったので URL 貼っておくんで、ぜひ見てみてください。はい、芦田隆弘選手、豊臣秀吉説来ました。あと馴染みないと思いますが、最後の方に出てくる大友宗麟っていうのは大分県の有名なキリシタン大名ですね。その後の龍造寺隆信っていうのは一時期破竹の勢いを見せるも、途中で人生遊びも大切と遊興に身を費やして食いまくって太っちょ大名って呼ばれていた人になります。これでも坂本龍馬みたいな、あれはね元は写真ですが。あと角丸先生の描いた小木ちゃんの絵、あれも AI で再現したらどうなるかっていうのも見てみたいですね。はい、高評価、チャンネル登録、通知をポチッとオンにして、また聞いてね。本日も良い格闘ライフを。